appears when you find that you feel 湘南。フィール湘南、この時間は神奈川 C プロジェクトフィール湘南がお届けします。今日もレポーターの下田奈々さんと私石川翔がお届けしてまいります。奈々さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回はどんな体験をしてきてくださったんでしょう。はい、今回はですね、レアレアウクレレガーデンの朝木舞先生にウクレレを教えていただきました。ウクレレ、はい、ウクレレって、まあ、この海の、ね、香りのする湘南にぴったりな楽器ですよね。音色もすごい優しくて可愛らしくて、うん、自分で弾いてながら癒されました。楽しかったですか？楽しかったです。成長がすごい目に見えるというか、初めて弾いたのにちゃんと最後弾けるようになったので、それをぜひ聞いてほしいです。はい、これは今回はどこでレッスンされたんですか？はい、逗子にあるサーファーズというものすごい素敵なカフェレストランで演奏してきました。サーファーズといえば、夏は私も本当によくお世話になりました。すごい綺麗な場所ですよね。うん、そうですね、国道134号線沿いにあるちょうど逗子と鎌倉の間なんですけれどもね、うん、絶景な場所ですよね。はい、はい、それではそのレッスンの様子聞いてみたいと思います。 Feel 湘南。レアレアウクレレガーデンの朝木舞先生に教えていただきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、今私たちはですね、はい、サーファーズという素敵なカフェレストランの、はい、外に、そうですね、デッキがあってね、はい、デッキに出てきていて、はい、白いベンチに2人で横に並んで、綺麗な海を見ながらウクレレをこれからやるというところなんですけど、もうシチュエーションバッチリです。バッチリですね。もうすでになんかもう弾ける気満々に気分は持ってる感じが、もうなんか弾けそうな感じで、弾けそうな気分なんですけども、はい、舞先生はウクレレはいつからやられているんですか？私ウクレレ始めて11年ぐらいになる。じゃあもうウクレレは得意というか。そうですね、結構弾いてます。そうですよね。このウクレレっていうのはハワイの楽器なんでしたっけ？そうなんです、ハワイの楽器で、ハワイでは本当に小さい子供からご年配の方まで親しんでて、でもここ湘南でもすごく、はい、ウクレレ人口多くて。あ、そうなんですね。そうなんですよ。あ、でも確かに私も友達の家に行った時とかに、はい、私も湘南に住んでるんですけど、はい、ウクレレ置いてある時がたまにあった気がします。そうなんです、そうなんです。なのでお家にウクレレがあったからって言ってウクレレを始める人とか結構います。なんかこうギターと違ってサイズがコンパクトで可愛らしいですよね。ね、持ちやすいですよね。そうですね。なんか私前にギターをちょっとだけかじったことがはい、あって、まあ、ミスチルの影響で本当に1ヶ月ぐらいだけやったんですけれども、その時にどうしてもやっぱ指が届かないっていうのがかなりこう壁でそこがで、ちょっと途中で挫折しちゃったんですけど、はい、これはサイズがすごく小さいので女の子でもやりやすいし、で弦もギターより少ないので、そうですね、4本ギターは6本、うん、そうなんですよ、手に収まるんですよね。そうなので、そういうところもすごいウクレレの魅力ですね。なんか音色も優しいですね。優しくて可愛らしくて、そう、このなんか波音にもぴったり。おちょっと音が違う。ちょっと抑えればすぐにコードもできます。はい、じゃあちょっとこれから、はい、最後には弾けるようになりたいので、そうですね、出ましょう。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。奈々さん、ウクレレに触れてみて改めて感想はどうですか？サイズ感が、うん、小さいというか可愛らしいサイズなので、体にもフィットするし、弦も4本なんで、うんうんうん、ギターとかだと F が届かないとかこう指が苦しいっていう思いがあったんですけど、うん、そういうのもなく、ちゃんと
手にも収まるし弾けるしっていう。あの、うん、ギターを最初やられたことがあるっておっしゃってましたね、はい、またギターと比べると手軽な感じだったってことですね。そうですね、持ち運びもしやすいし、うんうんうん、なんかこうあの成長のスピードが早いなって思いました。もうあのこのウクレレね、手頃だし手軽だし、お家のお部屋に置いといてもインテリアにもなる、うん、おしゃれですよ ね、 ね、いいかもしれませんね。じゃあそのレッスンの様子聞いてみたいと思います。 Feel Shonan。 ということで舞先生、これから Feel Shonan のあのテーマ曲を教えていただこうと思います。あ、行ってみましょうか。はい、お願いします。最初のフレーズどんなでしたっけ。最初はじゃあです。3弦の1フレットに人差し指を置いて、はい、3弦の1フレット、うんうん、はい、で、一番下1弦の2フレットに薬指、薬指、うんうん、はい、でそのまんまで、ここから、そうですね、3弦から順番に音が濁っちゃった。あれ多分キュッて押さえれば大丈夫。左、うん、で、1弦を離すで2弦で1弦、あ、ごめん、3弦そう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 、はい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 、ダン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 、3弦の2フレットに中指、中指を足し、うん、足してで、タン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 だっけ。あ、うんうんうん、じゃあ、ナナちゃん一人でやってみよう。じゃあ、今のところまでやってみます。はい、3、はい、ギターより気軽にできたんじゃないですか。でも届きやすい、うん、届きやすい、やっぱ6本弦があると迷子になりますよね。押しづらかったり指も届かなかったりとかするんですけど。で、次が次のフレーズなんだっけ。あ、これじゃないのかな。もうちょっと違うんだね。うん、あ、はい、練習の成果を。成果をじゃあ最初から最後まで。ね、じゃあ奈々ちゃんがメロディー頑張ってもらって、はい、私がコード弾きます。はい、お願いします。うわ、できるかな。じゃあちょっとゆっくりめのフィール少年をお届けします。はい、はい、じゃあ行きます。3、はい、行きます。3、はい、
先生お疲れ様でした、はいはい、すごいでも弾けるようになったね、はい、そうです ね、まあ、今日初めてウクレレやりましたけどなんとかフィール湘南のメロディーも弾くことができて、そうすごいすごい、うん、なんか自分で弾きながらこう海を見て、うん、なんかちょっと心が癒される感じですね。そうでも今から奈々ちゃんも、はい、練習を重ねていって、うん、でちょうど暖かくなった頃夏ぐらいに、ね、ウクレレでそうデビューしましょうか。ぜひぜひウクレレでデビューなんかもっと、ね、他にもいろいろ教えていただきたいなって、ぜひぜひ思いましたね。はい、いやなんかでも短時間でこれだけ成長を実感できると、もっとやりたいってなりますね。なんか好きな曲とかね、練習できるといいです。そうなんですよ。なんかギターやってる時にやっぱ成長のスピードが遅くてなかなか弾けないじゃんっていうのは結構悔しかったんですけど、うん、すぐに一曲弾けるようになると嬉しいですね。ね、ぜひ、はい、好きな曲にもトライしてみてください。はい、これからもちょっと頑張ろうと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。さて奈々さん、はい、ついに弾けるようになってしまいましたね。そうなんです。このいつも番組の中で聞いていたフィール湘南のテーマソング、うん、まさか自分がハミングして弾くことになるとは思いませんでした。でもこのハミングがとっても美しくて上手でした。本当ですか。ありがとうございます。はい、いつもトミーさんのハミングを聞いていたんで、それがこう体に染みついていたのかもしれないですね。あ、さすがですね。ちなみに今回のこのレッスン、どれぐらいの時間でマスターできたんですか？あ、1時間ぐらいですね。あ、そうなんですか。想像以上に、ギターをやっていたからなのかわからないんですけど、ウクレレの方が簡単、うんでしたね。あ、ギターやってる方って意外と皆さんそうおっしゃるんですよね、うん、ウクレレは入りやすいってよく言われますよね、はい、でも楽しそうでした。楽しかったです。景色も海が見渡せる場所で弾いてたので、うんうん、音色もこう湘南らしいし景色もいいしっていうのが最高でした。お疲れ様でした。本当にね、このウクレレって音に癒されるフィール湘南にはぴったりの楽器ですね。はい、じゃあトミーさんの曲とこれを差し替えてもらおうかなってどうでしょう。それはちょっと相談してみますね。拙いメロディー。今日はレアレアウクレレガーデン浅木舞先生にウクレレを教えていただきました。奈々さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日もレポーターの下田奈々さんとお届けしました。Facebook にフィール湘南のページもありますので、ぜひご覧になっていただいて、いいねのクリックお願いします。フィール湘南、この時間は神奈川 C プロジェクトフィール湘南がお届けしました。